イフロス川に向かう途中か。俺もそこへ届けも、捧げる食べ物は大体干し魚と塩漬け肉だ。長持ちするからな。グレイビアードはあまり外に出たがらないんだ。わかるだろ。そこは合意の上ってやつかな。つまり少しの保存食で金を取るのは悪い気がするからな。問題は俺の足が昔のように動かず、7000階段を登るのがしんどいってことだ。本当か。それはありがたい。この袋に供物が入ってる。階段を登りきると奉納箱があって、袋を箱の中に入れれば終わりだ。今日はダメだ。ハイクロス川に登る準備ができてないからな。あの道は危険だ。グレイビアードはそれを待ってるんじゃないか。はっきり言うと、わからない。
の時代の変わり目にドラゴンボーンが現れる。お前が真に恩恵を授かったのかどうか、これでわかるだろう。見せてみよ、ドラゴンボーン。我らにお前の声を味わわせよ。前かドラゴンボーン、ハイフロス側へようこそ。私はアンゲール氏、グレイビアードの声だ。伝えよドラゴンボーン、なぜここに来たのだ。ハイフロス側にドラゴンボーンを迎えられて光栄だ。己の運命を遂げるために恩恵を使うにはどうするべきか、我々が最善を尽くしてお前に教えよう。それはお前が見つけるべきものだ。我らは道は示せるが、目的地は示せない。確かにドラゴンボーンであるようだ。内なる恩恵がある。だが示された道を進むための自制心と気質は備えているか、それはまだわからん。鍛錬がなくとも、お前は声を吸う、シャウトとして放出するための一歩を踏み出している。お前に修練を受けるための意志と能力があるか見せてもらう。叫ぶとき、お前は竜の言葉で喋ることになる。お前の竜の血脈が力の言葉を学ぶための内なる力を与えているのだ。全てのシャウトは3つの力の言葉で形作られている。言葉を一つずつ習得していけば、お前のシャウトも順に強くなっている。今度はアイナース氏が揺るぎなき力、二つ目の言葉、王をお前に教える。王とは竜の言葉で、均衡を意味する。これをファス、力と合わせることで、より鋭くスームを研ぎ澄ませる。死のように新たな言葉を覚えている。明らかに恩恵を授かる。力の言葉について学ぶことはまだ最初の一歩に過ぎない。それをシャウトとして使うには、まず絶え間ない鍛錬を通してその意味を探らねばならん。まあ、それは我らがシャウトを学ぶ方法。ドラゴンボーンならば、通したドラゴンから直接その生命力と知識を吸収できるだ。入門の儀式の一環として、アイナース氏が彼の持つ王の知識を授ける。目標が現れ次第、揺るぎなき力を使って打ち倒せ。ロサー、よくやった。ではもう一度だ。ロサー、覚えが早い。もう一度。ロサー、スームは正確だ。これからが楽しみだな、ドラゴンボーン。我らは次の試練を中庭で行う。オンリー氏に続く。
らしい仕事を学べることを見ている。本理師が尊敬を意味する武道を教えた。おい。総務として放出する前に、己の中の言葉を聞かねばならない。オルリシに話しかければオルドの知識を授けてくれ。ウルフの足が旋風の疾走を見せた。その後はお前の番。私の隣に立て、これからボッリ氏が扉を開け、扉が閉じるまでに旋風の疾走を使って走り抜け。新しいスームを習得するお前の速度は驚くべきものがあるな。ドラゴンボーンの能力については耳にしていたが、ここまでと。理由があって神々より恩恵を授かったのだ。どう扱うかはお前次第だ。最後の試練の準備ができたようだ。オステングラブの古き霊廟にある我らの始祖の墓からユルゲン・ウィンドコーラーの角笛を取ってこい。上の道を正しく進め、さすれば戻れよ。呼吸し集中せよ。戻ってきたか。無事に運び終えたのか。随分登ったろ。何にせよありがたい。ほら、何かあった時のために取っておくといい。歩き回ってもらった礼を改めて言うよ。